いずれにしてもですね、私言ってきたことほぼ当たってるでしょ。松本人志はもう芸能界引退する、実質上の引退です。でこれから吉本興業 VS、まあ、文春やる国民との争いになってくるんでしょうかね。だって松本人志さんがね、裁判して裁判勝ったとって何になるんですか。仮に勝ったとしてね、もちろん僕は勝てないと思いますが、今から2年とか1年とか少なくとも1年2年かけて裁判の結果を取ってですね、何になるんですか。あなたが、あなたの松本人志さんの審判判決をするのは、それは国民なんですよ。あなたはテレビという国民の共有の財産を使ってお金儲けをしてきた人、お仕事をしてきた人なんです。あなたのことをほとんどわからない裁判官が判断することではなくてね、あなた自身がやってきたことについて法律とは別の形で国民は判断するんです、審判するんですね。あなたのようにその裁判をやっていく中でね、こんな裁判してたら笑いを提供できない、いわゆる笑いが提供できないような状況にしたのはあなたそのものなんですよ。